初球というのはまっすぐ多いんですよね。はい、大体変化球がまっすぐ投げどんな感じかなというのは見ますけど、高橋は待ってていい、そういう性格見て待っててもいいかなと思いますけどね。初球ライトへ大きく当たった。高熊ヤンタの球は伸びて伸びて落ちてきたかどうか、入った。高橋へのスリーラン、ベースを回って吠えました。高橋周平見事なスリーランで勝ち越し4対1。なおのこと大きな声で今ホームインしました高橋。一振りでした。大きな滞空時間の長い打開、ホームランになりました高橋周平第4号スリーラン。田村さん狙ってきましたか初球は。いやもう初球から振るっていうのはあったと思いますけどね、見事なホームランですよね。完璧でしたね、相当高く上がりました。いやもう角度は本当にもうだいぶ上がりましたんでね、こういう感じで落ちてくるっていうのもなかなかね、なかなかないですよね、投げた側としては斉藤さんどうだったんでしょうか。いやスライダーもしくはカットが甘く入ったのかなという感じですよね。